大きいパーツを使って組み立てられたスケールアーマー。小さいパーツを使って組み立てられたスケールアーマー。スケールアーマーは、装甲となる小片を布地に縫い付けて作られる鎧の一種で、ある。スケールアーマーは、金属や革などの小片を丈夫な布や革の下地に、紐やリベットで臨場に貼り付けたものである。この場合、同じくらいの小品を大量に作って取り付けることで、完成するため、 低世紀のローマ軍団兵が使用したロリカセグメンタタや中世後期のプレートアーマーなど板金そのものを立体的に成形するよりは低い技術力で作成可能だがそれでもチェーンウェールよりは高度な加工技術と手間を要求されたためローマ帝国では普及することはなかったが隣接するスキタイ人やパルティアでは利用されていた西部ヨーロッパでは チェーンメールが普及する10世紀頃まで比較性のものが利用されていた。制銅や鉄で作られたものは、紀元前の時代から、イラン・イラクや中国、北アジアの遊牧民などで利用が見られるが、中国やイランでは、早い時期に、小ザネ鎧へ移行したため、あまり見られない。スケールとは日本語で、鱗のことで、直訳すれば、鱗の鎧だが、前述の通り臨場に、 金属片などをつなげたものであり、動物の鱗などを使用して鎧を作っているわけではない。スケールアーマーは、小片同士が重なり合った構造のため、服の柔軟さを持つ。このため、複雑な工夫がなくとも、動きを妨げず、胸から胴にかけてを覆う鎧が多く作られた。鎧としての機能は、鋭利な刃による攻撃には高い防御効果を持ち、 尖った喫先や矢尻によるしつにもある程度の防御効果を期待できたが、鈍器などによる打撃を吸収する効果はあまり大きくなかった。ファンタジー作品では、ドラゴンの鱗などを用いたスケールアーマーなども登場することがある。こちらはドラゴンが架空の生物であるゆえに完全に架空の鎧であり、本来の意味でのスケールアーマーとは別物ではあるが、ドラゴンの鱗が鉄をしのぐ強度があるとか、 耐火性に優れるという理由付けから、しばしば魔法の鎧と並んで、高い防御力を備えるものとして描写される。日本にもオロチの鱗は刀や矢を通さないので鎧の裏に縫い付けると良いという伝承がある。通常の金属製のスケルアーマーは、レザーアーマーより防御力が高いが、鎖片びらと同等か、それよりも弱く、重くて動きにくく、音がうるさくて、 使いにくい鎧として描かれている。ありがとうございます。